それは。これって家だよね。ああ、間違いねえ。これは集落の跡だ。ちょっと待って、ここって竜の中なんだよね。なのにどうして集落の跡があるの？それじゃあまるでここに住んでたみたいじゃない。実際住んでたんじゃないかな。どういうことですか？外で竜の骨を見たとき、こんなに大きな竜が生息しているのかと思ったんだけど、この集落の外壁に使われている石は外の竜の骨のものと一緒みたいなんだ。つまりどういうこと？多分だけど、外の大きな竜の骨はここに住んでた人が作った偽物なんじゃないかな。けどわからないわ。昔の人はどうしてあんなものを作ったの？それはまだわからないよ。僕も今やっと違和感の意味がわかったばかりだし。でも伝承と関連付けて考えると、ここは遺跡の一つで間違いないってことだね。まさかこんな形で発見することになるなんて。僕らがこの遺跡に感じている全ての疑問は先へ進めばきっと解けるはずだよ。そういうことならここで悩む必要はないね。さっさと奥まで行って疑問を解消してみんなでスッキリしよう。ああ、賛成だ。もう考えてばっかりは疲れたからな。気合い入れて先へ進もうぜ。